今回は中華の火力についてコメントが多かったので、そのことについて詳しく説明します。家庭の火力では同じように美味しくできないと感じることも多いと思いますので、普通のフライパンで弱火で作るのと中華鍋で強火で作るのとの仕上がりの違いはあるのか検証動画を作りました。シンプルな塩味の野菜炒めを別々に作りました。どちらが強火で作ったかわからない仕上がりです。もちろん野菜炒めの美味しいレシピも紹介します。このことを知ることで火力の真実が理解でき、家庭でも美味しい中華料理を作ることができます。それでは作っていきましょう。材料を用意します。キャベツは食べやすい大きさに手でちぎります。こうすることで味が染みやすく栄養も逃しません。芯の部分は包丁で叩いて潰し柔らかくします。包丁で切り込みを入れてもいいです。芯の部分は葉の部分よりも2倍も栄養があるので食べやすい形にして使いましょう。人参は短冊切りにします。人参はよく洗い皮のまま使います。ニラは5、6センチ幅にカットします。タケノコは穂先を縦にスライスします。今回は春野菜で用意していますが、もやしやほうれん草などお好みでどうぞ。生姜は小さめの四角にスライスします。下茹でしたスナップエンドウを3本用意します。これで野菜の準備ができました。合わせ調味料を用意します。水大さじ3、塩小さじ1/2と味の素少量に桜えび小さじ1、すりごま小さじ1を合わせます。シンプルな塩味なので桜えびとすりごまを入れることでコクと旨味がプラスされます。まずは普通のフライパンで弱火で野菜炒めを作ります。家庭でのガス台の火力と同じになるように弱火にしました。フライパンがしっかりと温まるまで待ちます。やっぱり弱火で問題なのは温まるまでに時間がかかるところですね。だから効率よくするにはこの間に野菜を切るなどの作業を同時に行うことが有効です。火はこのくらいの大きさです。もう少し弱火にできそうなので軽く落とします。やっとフライパンが温まってきたので油を大さじ1入れます。フライパンの全体によくなじませます。生姜と人参をフライパンに入れ炒めます。人参と生姜が重ならないようにして炒めます。
ケノコを入れて炒めます。今回は分かりやすく検証するためにノーカットで地味な映像が作ります。弱火で作るためフライパンを振ったりすることはしません。フライパンを振ると温度が下がり野菜から余分な水分が出てしまいます。どちらかというと炒めるよりも表面を焼く感じです。人参がこのくらいにテカったらキャベツを入れて炒めます。野菜の入れる順番は硬いものから順番に入れていきます。今回は春キャベツなのでこのタイミングになりましたが、硬いキャベツなら初めの方から入れてください。もやしを入れるならここで入れてください。もちろんキャベツを入れてからもフライパンは振りません。箸で全体がしっかりと炒まるようにゆっくりと混ぜ合わせます。このタイミングで塩を入れる人がいますが、間違いです。ここで塩を入れると野菜から水分が出てしまい、水っぽいベチャっとした野菜炒めになります。箸で焦げないようにゆっくりと混ぜながら炒めます。何度も言いますが、フライパンは弱火で振るのはダメです。一定に保たれた温度が鍋を振ることで冷めてしまうからです。でも強火で作るなら焦げないように鍋を振り温度を調整するのはありです。基本鍋を振るときは底が焦げないようにすることが目的になります。弱火で作るときには鍋振りは必要ないのです。このように弱火でじっくりと作れば焦げたり水っぽくなることはないので、誰でも上手に作ることができます。逆に中途半端な火力で作ると温度調整が難しく失敗する可能性があるのです。だから手際よく作るなら強火で短時間で作るのもありです。このくらい炒めたらキャベツの硬い部分の火の通りを確認します。野菜全体を均等に火を通すことが大切です。だいたいこのくらいしっかりと炒まったらニラを入れます。ニラは柔らかいので軽く炒めるだけで火が通ります。そうしたら
紹興酒または酒を小さじ1入れます。次に合わせ調味料を入れます。スナップエンドウを入れます。胡椒を振りかけます。スナップエンドウは下茹でしてあるので最後に軽く温める感じで OK です。家庭でもここで強火にできるならしてください。今回は弱火だけで作るのでそのまま作りますが、ここで強火にすると合わせ調味料を蒸発させて野菜にしっかり染み込ませることができます。合わせ調味料の水分が半分ぐらいになったらごま油を入れます。ここで残りの水分と油が絡まることで野菜の表面にコーティングすることができます。最後は強火にできるならやっぱり強火の方がいいです。卓上コンロでもこれよりも強火にはできます。これで皿に盛り付けて完成です。弱火だけでも野菜炒めがちゃんとした仕上がりでできました。これが普通のフライパンで弱火で作った野菜炒めです。次は中華鍋で強火で作ります。生姜と人参を炒めます。タケノコを入れます。キャベツを入れます。強火なので温度調整と焦げ付きを防ぐために鍋を振りながら炒めます。強火なので短時間で調理できますが、しっかりとコントロールしなければなりません。それに重い中華鍋を使いながら手際よく調理しないといけないのです。紹興酒を鍋肌から香りが出るように入れます。ニラを入れます。ニラは焦げやすいので手早く炒めます。合わせ調味料を入れます。スナップエンドウを入れます。ごま油を適量入れます。これで皿に盛り付けて出来上がりです。どっちが弱火で作ったのか分かりますか？左が弱火で右が強火で作ったものです。仕上がり具合は同じではないでしょうか？これで分かるように
弱火でも時間をかけてゆっくり作れば同じようにできるということです。しかしデメリットとしてはものすごく時間がかかることです。逆に強火で作ると短時間でできますが、この火力を重い中華鍋を使ってコントロールしなければなりません。お店で作るには次々に来るオーダーを短時間で大量に調理することが必要なため、強火で作っているのです。なので弱火でも結果的に同じように作れるので、家庭の火力でも美味しくできるのです。量を多く作るときは強火でないと厳しいですが、家族の量を作るなら家庭の火力はベストなのです。このチャンネルでは主に中華料理店で働く新人の方や中華鍋を使って料理を楽しみたい方に向けて作っているので、火力の強いガス台を使って進めしています。もちろんプロが料理を作る様子を見たい人に向けても作っています。結論は弱火でも強火でも同じようにできるということです。もう一つ炎の料理について説明します。テレビなどで中華料理を作る映像で炎を出しながら炒めているシーンがよく見られますが、あれは NG です。あれは炒めている油にガス台の火が入り引火した状態です。そうするとガスの匂いが料理についてしまいまずくなります。火が入っていいのはアルコールを飛ばすときと高温で一瞬で火を通すときだけです。一瞬で火を入れるときはこんな感じです。そしてアルコールを飛ばすときはこんな感じです。このようなとき以外は基本鍋に火が入るのは NG です。次は失敗の例です。こうなるとガス臭くなり失敗です。あれはテレビの演出なので真似しないでください。今回は塩野菜炒めの作り方と中華料理の火力について紹介しました。中華料理は火力が命だと思われていますが、丁寧に作ることも大切です。もちろん中華は豪快に作る醍醐味があるので、自分に合った火力で楽しんで作ってください。今回は長くなってしまったので、塩野菜炒めの詳しいレシピや内容はブログでも説明していますので、そちらを見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などの役立つ用法を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。